プレゼンテーションフィールドはまずリクエストが最大のスクリーンっていうことが最初にあって、部屋の大きさからスクリーンの大きさが決まって、そこに逆に何インチが映像として映せるのかっていうことで、答えが180インチが2面映りますよという形になりました。プレゼンテーションフィールドなので、これは演者というかプレゼンする人の、ための機能もですね、長短焦点で、光が演者の目に入らないとか影が映らないとかですね、そういう機能も、非常にいい機能でしたので、今回選定させていただいてます。このためのプレゼンテーションフィールドの、プロジェクターの良さっていうのが一つあります。そちらは一つのプロジェクターを一つで投影するのではなくて、今2つついてますけれども、そちらをスイッチャー一つの切り替えで、2画面を1画面にしたり、1画面を、それでボタンを押して2画面に切り替えたりというのがボタン一つでできるところに、今回の良さもまた新たに生まれております。プレゼンテーションフィールドの少し変わった使い方としては、単なる映像を映すというよりは2面全体をステージの背景というような機能を持たせて、その前で学生が演技をするとかですね、まだやってないんですけど、将来的にはファッションショーをするとかですね、そういうものも考えられるかなと思ってます。当然今まで通り2画面という使い方、片側映して片側ホワイトボードに使うとかですね、両方違うものを映すとか、そういう機能は当然まだまだ使える機能だと思ってます。今回レーザープロジェクターを入れたのは、既存の9号館の方で更新機会がありましたので、そこで、導入させていただきました。先生方の好評もありまして、起動時間が少ないとかですね、輝度が高い、見えやすいっていう点も、踏まえて今回の新1号館で使用させていただきました。既存にあるプロジェクターと比べまして起動が早いと、その点でストレスが全然違うというところが一番大きなところだと思います。もう一つに言うと、授業中に例えば昔 の教材提示装置を映しましたといった時に、その文字が、解像度が非常に悪いので見えにくいというのがあるんですけど、現在のプロジェクトではそのストレスもないと、後ろの方までよく見えるということを伺っております。こういった点では非常に良かったと思っております。デジタルリンクを採用した理由が、やはり配線の少なさにメリットがあると思います。あとはですね、映像ケーブルと一般の音声ケーブルに分かれますと、接触体のところで不具合があるので、デジタルリンク1本で家庭が多いっていうことであれば、その不具合も起こりにくいということで、非常にうちの学校にはもう用途に合ったものだと思っております。操作系は存在感がない方が正解ですよね。使いにくいとか、どう使うのって言われたりとか、不具合があるよって言われるのは、その存在感ですからね。で、逆なことを言うと、何も感じずに使えてるっていうのがやっぱり一番ですね。パナソニックさんは非常に品揃えが多いですし、教育現場に向いた品物もたくさん用意されていると思いますので、過去から私たちも他社さんと比べてもですね、商品力があると思って選ばさせてもらっています。今後の活用としましては、1号館の方が土日祝日に限らずオープンなスペースにしておりますので、ぜひ学生に来ていただいて、ワークボックス、プレゼンテーションフィールド等の映像機器を自由に使っていただきたいと思っております。